はい、じゃあよろしくお願いします、今回は新しいシリーズの動画となります。英語の並び替えシリーズでございます。それの第1弾ですね。で、こんな感じで毎回3問、まあ、ちょっとね、番章多くなったら2問とかになるかもしれないんですが、基本的に3問並び替えの問題やっていきます。で、まあ、こんな感じで、まあ、よくね、見たことあると思うんですけど、並び替えの問題となります。で、きっかけ英単語っていう英単語シリーズもやってるんですけど、あれと違って余計なことを多分いっぱい喋ります。はい。なので、答えだけ確認したい方はもう動画最後に飛ばしていただいて、そこで答え確認してみてください。余計なことっていうのはこういう風に考えるんだよとか、こういうことなんだよっていうのをちょこちょこ喋っていきますので、まあ、そこも聞いてやるよという方はぜひね、お付き合いください。で、あとは基本的には英語が苦手な方が何かのきっかけになればなと思って撮っておりますので、すごい難しい問題とかを求める方はあとブラウザバックしていただいて構わないですね。よろしくお願いします。では、早速1番からいきましょう。で、この並び替え問題なんですが、まあこういう今回ね、基本的に会話のやつを取り上げようとは思ってるんですけど、前の会話とかを読まなくても解くことはできるんです、一応。英語の仕組みをちゃんと理解してればね。でも基本的には、そうやっぱり会話をね、読んでヒントを得ていて、ゲットして解いていってほしいですし、あとは、基本的にね、勉強していく中で、問題が解けるってことはすごく大事なことです。大事なことなんですけど、その問題を解けるかどうかと、プラス、例えばじゃあここ、How do you learn English? これが訳せるかどうかっていうのも大事なことじゃないですか。同じ一つの問題をやる中でも、少しでも多くの知識というか、まあ、経験というか、それをね、ゲットした方が効率的な勉強ができるので、そういった意味でも余計なことを喋ります。いいかな。じゃあまず1個目。How do you learn English? これで、まあ、how do you, how がどうやってって意味なので、まあ、あなたですよね。あなたはどうやって英語を勉強しますか、まあ、習いますかみたいな。どうやって勉強してんの英語みたいな感じです。で、それに B さんが答えると。My mother always ほにゃらら movies っていう感じ。で、並び替えの、まあ、基本というか大事なこととしては、まあ、並び替えだけじゃないですけど、英語っていうのは主語と動詞をまず見つけることがすごく大事です。例えば、この文章。My mother, S。これ主語よく S って書くので SV って書きますけど、で、V を動詞なんですよ。で、英語っていうのは、まあ、SVO とか SVOC とかありますけど、主語動詞っていう順番が基本的なんです。まあ、疑問文とかでもいろいろなんか変わったりしますけど、何か。でも、SV と来てほしいと。で、今、always。これきっかけ単語でやりましたね。これ、いつもって意味なんですよ。これ動詞じゃないんです。いい?これは動詞じゃないと。で、何が大事かっていうと、always。これは一般動詞の前とか B 動詞の後に入れるっていうルールがあるので、これとか動詞じゃないっていうことに気づけば、あ、次動詞来なきゃまずくない?ってことに気づくんです。まだ主語しかいないからね。じゃあ選択肢の中見ていこうかって思った時に、動詞どれだろうって。動詞は2つあるんです。こことここ。watch。見るですよね。これ V です。で、tells。言うです。これは三単元の S がくっついてるんで、もともとテルなんですけど、言うと。動詞が2個ある。じゃあ、どっちかなと。で、これ判断基準としては、まあ、意味を考えて入れるってもあるんですけど、今回は決定打があるんです、1個。何かっていうと、主語が my mother なのね。これは三単元の S が発動できる主語なんですよ。三単元の S。ってことは、watch じゃまずいんです。S がないから。まあ、ES だけどね、本当はね、つけるとしたら。だから、次は、tells が来るのがもう決定なんだよね。tells がまず来ると。で、決定って言い方をしましたけど、基本的にこうやって考えていく。考えていって、あれなんか最後1個余ったな。あ、ここに入れれるじゃん。みたいな風に崩しても全然構わないので、まず、tells を使いましたと。で、使ったら次。tell の後、基本的には人が来ます。誰に言うってが来るから。だから tells 私に言ってるから me なんだよね。tells me。で、これで、まあ、my mother always tells me。私の母は私にいつも言うと。じゃあ何言ってくるのっていうのを to の後に書いていくんです。to ほにゃららって。で、今ここ使ったらね、斜線引きましょう。これ使いました。あと3つです。で、to っていうのは後ろにね、動詞の原型持ってれば不定詞が作ることができるので、まあ、ここに watch が残ってると。だから、to watch で、English が残ってるから入れてみたと。最後。
で、読んでみておかしかったらまた崩せばいいんです、最初から。いってやってみる。My mother always tells me to watch English movies. で、訳してみると、さっきね、まあ私のお母さんがいつも私に言うと。何言うのかなって。To watch English movies. 英語の映画を見ることを言うと。だからどうやって勉強してんのって言った時に、お母さんがいつもその英語の映画見ろって言ってるんだよ。とか、それで勉強してんだよ、みたいな感じの会話となります。いいかな。すげえ周りくどく今説明をしてますか、説明してますけど、基本的には、まず SV を見つける練習とか、あとはセットって言い方をするんですけど、これこっちで言います。セットの話は。で、見つけると、並び替え問題はちょっとずつ経験、あとね、崩せて、とか解けるようになっていきます。あとは、まあね、テルが、使ったら、テル、ヒト、トゥ、ホニャララみたいな。結構よく出てくるんです。だから、何パターンも何パターンも解いていく中で、あれこの形前もあった一体ごめん。もうペン落としましたね。あったなみたいなのもわかるので、そう。まあ、経験としてぜひね、ついてきてもらえたらと思います。これめっちゃ喋ったね。2番行きましょうか。で、2番の A さんが、Have you ever been to America? です。で、これはもう Have 使ってて、Ever 使ってる。これ中3で習う、現在完了。の、エヴァ使ってるんで、経験っていう使い方で有名なやつです。で、まあ、そこがね、ピント、え、何言ってんのって思う方は、自分の中3の動画で撮ってますので、現在完了経験編かな、確か。みたいなの見てもらえたらと思うんですけど、Have you ever been to 場所ってきたら、その場所に行ったことありますかっていう。もうこれ決まり文句です。覚えちゃうといいね。Have you ever been to 場所ね。だから、あなたは、アメリカに行ったことありますかって聞いてるんです、今回。A さんが。で、B さんが Yes。で、今、ピリオドで一回切ってるんで、はいで話が一回切れた。話が文が切れた。はいって返事をしました。で、I、ほにゃららなんです。で、I が主語だよね。S があると。だから、基本的には次 V が来たいんだよね。動詞が来たいと。じゃあ、選択肢の中動詞どれかなって探すと、一個しかない。went しかないんです、今回。V。だから入れちゃおうってことで、went。まあ、go の過去形ですよね。つまり、私は行く、まあ、行ったか。で、go って、go to ほにゃららって使うじゃないですか。基本的に、go to 場所。だから、went となってますけど、あ、to、あれ、to ねえよ、みたいな。で、なんで to がないかっていうと、先行っちゃいましょうかね。これ次、この there が入ります。there。これ意味そこです。これは青で書こうかな。ちょっとね、色分けとかもまだね、ノープランでやってるんで、ちょっと申し訳ないんですけど、そこです、there。つまり、ここまで、I went there。私はそこに行ったんです。で、まあ、そこってもちろんアメリカのことね。これね、大事なことで覚えてほしいんですけど、go to 場所なんです。本当は行くだったら、使うときは go to 場所ね。だけど、there、そことか、この here、ここっていうのは、to がつきません。go there, go here です。だから、過去形になっても、went there なんです。で、なんでこんな強調してるかっていうと、この並び替え問題。自分の動画は違いますけど、たまに、一個余計な単語が入ってるんで、みたいなのあるんですよ。だからもう一個選択肢があって、不要なもの、使わないものをね、が入ってるから、それを使わないで、文を作って、みたいな。まあ、これだったら、to が入りますよね。引っ掛けたい。went to there にしたいから。みたいな引っ掛けでも出されるので、これもよく覚えておいてください。で、残りました、years ago 3です。で、さっきね、セットって話をしたんですが、選択肢見たときに、まあ、主語、動詞を探すのが基本的にスタートとしてはいいんですけど、あれこれってくっつけられるよねみたいのを見つけるといいんです。これセットってよく言うんですが、例えば今回、これ見た瞬間に、多分結構な子が、3 years ago をくっつけます。選択肢見ただけで。この会話とかじゃなくて。書いちゃおうか。3 years ago です。なぜかっていうと、ago ってのはほにゃらら前。で、ago の前に期間をつけて、3 years、3年です。3年前にって。これも ago の使い方として超有名なのね。いいかい？だから、あ、これ見た瞬間に、あ、3 years ago、これ多分くっつくよな。じゃあ、3 years ago をセットにして、went と there と3 years ago 選択肢3つに減ったね。じゃあそれを組み合わせていこうかなって考えていくといい。
で、結論としては最後に行きます。顎のやつは基本的に最後に来るからね。3 years ago と。これも線とか引いたら分かりやすいかな。これが答え。I went there 3 years ago。私は3年前にそこに行きました。アメリカ行ったことあるって、あ、あるよって、3年前に行ったみたいな会話をしてます。いいかな。このセットはすごく有効なので、まあこれは関してはね、単語量を覚えたりとか熟語を覚える必要が出てきますけど、まあ今回この顎出てきたんで、ぜひね、あの使い方覚えちゃってください。で、最後です。今回最後が一番難しいです。まず A さん、 Did you see Tom this week?と言ってます。 Did you、 まあ過去ですね。 Did だから、あなたはトムに会いました、まあ見ました、まあどっちもいいか、会いましたでしょうか、会いましたか。 This week、 今週です。つまり、ねえねえ、トムに今週会ったみたいな感じで聞いてます、 A さんが。で、 B さんはまず No と答えて、もう会ってない。で、ここで一回ピリオドで終わって文が始まります。 I heard he moved to a town ほにゃらら here っていう感じで、まず、さっきの SV 探していくと、これ S ですね。ちょっとちっちゃくてごめんね。で、heard。これは hear、聞くの過去形です。だから SV です。あ、SV 来てるじゃん。で、その後に O とか C が来たりするんですけど、見るんだよ。見ると、また he なんで S なんだよね。で、moved。これ move って動くの過去形で、また V が来てる。あれ?と。で、これどう思うかっていうと、自分よくやるのが、ここで文切れてんだなって切っちゃうんです。で、どう考えるかっていうと、切って、また文が始まったなと。で、ちょっとこう一回無視して、he moved to a town。ここまで訳します。move、まあ、to a town なんで、town 街だね。街に移動した。まあ、今回見たって話をしてるんで、引っ越したみたいなイメージでいいかな。だから、彼は引っ越したっていう、一個の、まあ、文として結論、まあ、なんだ、成り立ってるんだよね。引っ越したって。で、それを、聞きましたって繋がってるんだなって考えるんです。私は聞いたよって、過去形ね、聞いたよって。彼が引っ越したって聞いたよっていう感じです。じゃあその人何がくっつくっていう。中見ると far is from away that で here と。で、これどう考えるかっていうと、town、街を詳しく説明するためが後ろに来ます。いい?で、詳しく説明するとき、省略されることもありますけど、関係代名詞です。ここで使うのは。関係代名詞。中3から習うのは。なので、もしね、ピンとこない方は動画見てみてください。で、関係代名詞、一番有名なのは、ザットです。この子。これは、あれとかって意味ではなくって、つなぐために使います。だから、まず最初にザットが来る。で、何がしたいかって、このターンをここで詳しく説明したいのね。で、そのためのつなぎです。で、関係代名詞には主格とか目的格ってのがあるんですけど、今回このザット主格の役割をしてる。どういうことかっていうと、もうザットが主語のポジションをもうやってくれてるって考えてください。正しくは主語じゃないんだよ、主語とは言えないんだけど、主語の役割してるんだって。だから次動詞が来るので、動詞どれかっていうと B 動詞、これしかないんです。いい?だから that is と来ます。で、できればここでセットが発動できるといいんですけど、 far away、 これくっつけられます。 far away、 far away でね、ほにゃららか遠くにみたいな意味で使います。遠くにっていう。で、それがここに来る。だから見て、 far away で残った from、 まあ far away from、 これでセットでも使うこともあるんですけど、どこどこ、 from はからだから、どこどこから遠くの町って、遠くですっていう文になってるからね、遠くですっていうその町に引っ越したよって、まあ移動したよね本当はね。で、ヒアがここにいるんで、ここから遠くの町に移動したってことを聞いたよみたいなっていう文になります。あ、これは答えね。今回ちょこ一応消しとこうか、ややこしくなるね。よいしょ。まあなんでセットってファーアウェイかな。今回ね、ファーとアウェイこうなってますけど、これくっつくってる単語もあるんですよ。でもそれもね、まあ、意味ほとんど同じなんですが、まあ、今回ね選択肢が分かれてるのでこれでやりましたけども、まあこんな感じでぜひやってみてください。で、これ今日曜日にアップしてるんですが、いつも日曜日の夜にね、ダラダラジオっていうのをアップしてるんですけど、あのそこで
詳しく話そうとは思うんですが、途中でも、最初か、でも話したように、一つの問題をやって、解けるか解けないか、あ、この答えなんだね。それはまあ大事です。ね、それをゲットするというか、そこの情報というか、知識をね。でも、一個の問題を解く中で、違うことももし勉強できたら、それってすごく効率のいいことだと思ってます。この動画のスタイル、ていうかこの説明のスタイルがいいかどうかはわからないですけど、少しでも、このね、動画を見て、あ、そういうことか、とか、これ勉強になったっていうのをちょっとでもゲットしてもらえたらなと思って続けていこうと思ってますので、ただ、これすごく準備に時間かかっちゃうんで、頻繁に上げることはできないんですけど、また、並び替えね、このシリーズの第2弾を撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。